二人は生きてたらしい。絶対捨てちゃってるよ。あいつ保険入ったっけ。ごめん遅くなっちゃって。どうしたの。全然変わってねえよ。何。あ、長尾くん。いや、あ、ねえ、ここ座れば。何持ってんの。いつもそう、渋谷ってなってバカはしてない。擦れてるところが冷凍保存してあったみたいだね。ひどい。まあ、自分とかは花ほど悲しいものはないよね。せっかく10万出したスーツも見せる男がいないし。そんな高い服着てジンマシン出ない。あ、何、サボテン買ったの。うん、楽しみしてますね。ね、行こう。ごめん、私明日の発表会の準備。あ、そっか。また今度付き合うからさ。じゃあね、バイバイ。ごめん、これで新しいの買って。知り合いだったの。さっき引っ掛けた。引っ掛けたんじゃなくてひっくり返したんでしょ。そっちは。え？カンチの彼女。あ、そうだろう。へえ。いや違う違う。いや違うって。はい。行こうぜ。え？あ、二次会の店決まってんだよ。構わねえあんな連中。今日はお前と飲むために来たんだよ。うるさ。行っちゃう。行こう。ああ、またお前のせいで友達なくして。そういえば、まあ、高校の時からそうだったよな。お前が流した女の子一人一人慰めてもらったことがあった。ああ、玉ねぎとハンカチみたいな関係だったんだね、二人は。あのな。でもね、長尾くんが慰めてあげたから、その後みんな長尾くんのこと好きになったんだよ。嘘、俺そんな意味あった覚えなんかないよ。いや、それはお前が鈍感だからさ。でもなんか嬉しい。え、何が。ちょっと不安だったんだ。もう5年待ってなかったし、2人と会っても昔見たく話せないじゃないかと思ってた。ああ、それは俺もそう。関口がさ、腰にスカーフなんか巻いてきたらどうしようかって。似合わないって。ねえ、覚えてる？ 3 人で学校サボって海見に行った時のこと。え、あ、ちょっとごめん。よ、驚いた。いや、随分変わるんだな、昼と夜じゃ。大学で見た時はただの優等生のお嬢さんかと思ってたよ。どうしたの？ん？何？焼いてるみたい。女神くんに？あ、まさか。昔からそうだもんね。うん、みんなよく言ってさ、女神の人生にベッドシーンはあってもラブシーンはないって。そう、大体なんで私が女神とのことで。あ、じゃあ私の見間違いだ。
あ、そうだ、長尾くん、ピンポン。え？さっきの。あ、あ、いないんだ、彼氏。長尾くんでね、いつも私の寂しいのとか悲しいのとか、そんな気持ちをひょいってすくい上げてくれてたの。ほんと、三上くんとは全然正反対。ごめんね、また。他の店行こう。そんじゃね、バイバイ。ごめんごめん、大学の研究室で一緒なんだ今。高校の時と一緒だな。俺が女の子誘ったりしてると、なんか背中に冷たい線感じてさ、なんだろうって振り向くと、いつも関口が詐欺すむような目で見てた。相変わらずだな、関口の潔癖症は不治の病かもな。三上、私帰るね。あ、いい、俺は出るよ。あ、ここ長尾のおごりね。そんじゃね、バイバイ。バイバイ。あ、ちょっと、おい、ちょっと待てよ。あ、あの、すぐ戻ってくるから。三上、春のこと嫌いなの？嫌いって言うんじゃないけど、三上くんといるとイライラする。でもいいよね、こうやってさ、同級生と今でも会ったりできんのって。そういうのないの？私の友達ね、みんな海の向こうなのよ。海外に住んでたんだ。私なんかどっちかっていうとそういう方が羨ましいけどな。あ、ねえ、電話番号教えて。うん、33466。帰った。三上が謝っといてくれって。そう、三上くんがそんな気使うわけない。はい、あ、ありがとう。ありがとう。小さな親切、大きな下心。あの、俺なんか恨みでもあんですか、あなた。あちゃあちゃあちゃ、もしもし。あの、俺なんか恨み。ガッチャン。あ、そうだ、カンチ、これあげるね。何？俺、君の電話番号なんか。いいから言う。長尾ですけど。私。あ、あかなさん。よくわかるね。あ、私のこと好きなの。あ、すいません、間違い電話でした。あ、何、今帰ったとこ。うん、うん、ねえねえ、彼女のことなんでしょう。え、カンチの青春の1ページ目ってさとみちゃんのことなんでしょ。どうして。わかるよ、顔に書いてあったもん。ねえ、それ私が読んだんでよくは彼女の前で。あ、自分じゃ言い出せないでしょ。好きって一言が早口言葉500個よりも難しい時ってあるもんね。大きなお世話です。なんで。この私が恋のキューピッドになってくださるのよ。自分に敬語使わないでください。だから。え、もしもし。もしもし、ごめん。もしもし。
あのね、俺を新入社員だと思ってからかってるわけ。あの、どちらにおかけでしょうか。関口ですけど。え、あ、関口。この CT というのはまあレントゲンの一種だと思ってます。X 線の吸収値の差で画像を作り CT 値を測ります。おい長崎、はい、1の CT 値はいくつだ。 40.3 です。うん、まず向こうの偉いね。見ないでよ。ちょっと見せて。何すんのよ。昨日あれからどこ行ったの。知りたいな。どっちの君が本当の君なんだ。ほっといてよ。そっぽ向いてる女はこっちに向かせるのが趣味なんだ。風見鶏みたいな。はい、よろしく。風見鶏は風の吹いてる方に背中を向けるものなの。言っとくけど、私あなたみたいな男大嫌いだから。みんなそう言うよ。